踊る、さんま5点、踊る、さんま5点、踊る三ん五点踊る三ん五点踊る三ん五点 A 賞、は、日本テレビ系列で1997年10月28日から、毎週火曜日19時56分20時54分、JST に放送されている、トークバラエティ番組、司会を務めるアカシアさの冠番組、通称は、三ん五点、踊る、五点、五点。 ハイビジョン放送、2004年10月から、ステレオ放送、文字多重放送を実施している。司会を務めるアカシアサンマは、5点の主人という設定。毎回12人前後のゲストを、サンマ5点に招き入れ、毎回テーマに沿った自分の身の回りで起こった出来事や、過去の体験談を、主人であるサンマが指名した順に語っていく、トーク番組である。もともとは、 同局で放送されていた、同じく三馬司会のトークバラエティ番組、恋のから騒ぎの芸能人版というコンセプトで、当番組がスタートした。番組タイトル名の、踊る、は、以前、同局で放送されていた、三馬と、ところ上司司会のトークバラエティ番組、三馬、マ、ところのおしゃべりの殿堂で、三馬のしのべる様子をところが、三ちゃんの句はいつも踊ってるねえと表現したことに由来する。 サンマの意向により、恋の空騒ぎ同様、近年のトークバラエティ番組としては珍しく、番組本編中においては出演者の発言をなぞって、テロップに表示する演出やツッコミのテロップを全く使いしておらず、予告や、今週の踊る、ヒットショーに選ばれた出演者の発言、一言体験談の VTR、年内最後のスペシャルでの総集編を除く、ゲストが話し終わった後に、 ゲストが話した内容の役を表示するのみである。かつてオープニングでは、その日に招待されたゲストが、控室で談笑し、そこで、ゲストが、他のゲストに対する質問をナレーターが紹介するコーナーが設けられていたが、2007年からはこのコーナーが廃止となり、出演者紹介から始まっている。また、一言体験談の数が当初は一つのテーマにつき二つであったが、 現在は3つに増えている。エンディングでは3のリクエストでをご用意しました。皆様どうかごゆっくりとお召し上がりくださいとのナレーションが流れる中、ゲストのリクエストの料理やデザートを食べ、合間にゲストがトークの反省など一言を言う流れになっている。番組の最後には近年の同時感帯の番組ではほとんど見られなくなったエンドテロップ表示されている。 2009年10月からは当番組の前に放送されているスーパーサプライズ火曜サプライズが放送時間を2分短縮する関係から19時56分放送開始となった。現在は字幕放送であるが開始当初はリアルタイム字幕放送を採用し字幕は音声認識で表示されていた。また司会の明石やさ間の声のみ黄色の字幕で表示される。 一部系列局では再放送を土日ピルマを中心に行っている。2010年4月27日放送分から地上アナログ放送では画角16、9のレダーボックス放送に移行した。番組自体は1999年頃から人気が安定し始め視聴率も20%を超える回も出るようになった。現在は12から18%でおおむね好調をキープしている。 2013年2月19日放送の3時間スペシャルでは他局の裏番組を大きく引き離す19.5%の高視聴率を記録した。自身も二度出演したことのある評論家の宮崎哲也は本番組について司会のサンマが番組中に行うネタ振りに対して出演者が過敏に反応して適切な対応ができなければ二度とオファーが来ないた。 極めて緊張感の高い現場であると述べている。視聴者のエピソード募集もテーマに沿ったものが常時、行われている。司会、5点の主人、ゲスト。再現 VTR 出演者。ゲストは若手、ベテラン、ジャンルを問わず幅広く出演している。また、声優のように顔出しで、テレビ出演する機会が少ない分野からの出演もある。 このうち舞台を中心に活躍している個性派俳優がこの番組をきっかけにしてブレイクしたケースが多いことでも知られている。過去に、ぬるみずよいち、酒井俊也、や伊藤俊人などがこの番組をきっかけにしてブレイクした。また、黒沢とし秋の大作、志が太郎らベテラン俳優がバラエティで活躍するきっかけともなった。杉田香織や坂上忍。 ウィンク活動停止後の間証拠がバラエティに引っ張りだこになるきっかけもこの番組である。これらの事例から若手タレントからは登竜門と例えられる。一回変記には放送時間を拡大し、踊る踊る。三マ五点。二ブロック、二時間スペシャルの場合、踊る踊る踊る。三マ五点。三ブロック、三時間スペシャルの場合のタイトルで放送され。すなわち、 放送時間が1時間拡大するごとに、踊るの文字が一つ増える。スペシャルでは、オープニングの BGM、ハンキーパンキーのイントロ部分が、踊るの数だけ繰り返される演出が施され、年末年始に放送される4時間、または4時間半スペシャルに関しては、超踊る、三マゴ点、として放送される。視聴者からもテーマに沿った実際にあった出来事の投稿を募集しており、 テーマの冒頭です。再現ドラマを用いて3本が発表される。採用者には賞金5万3千円が送られる。賞金の金額は番組開始時は3万円だったが、以後5万円5万3千円5万3500円5万3千円,円と変化している。これについては番組宣伝担当者によると収録後のある日スタッフ全員で放送を楽しんで見ているとサンマから 謝礼を少しずつ上げていったらどうなるかと言われ、2002年1月29日まで5万円だった。金額を翌週から3000円増額、さらに4週間後には500円上乗せしていった。しかし、さすがに、中途半端だという思いがあり5万3000円に戻った。要するに楽屋トークから出たジョークが生んだ金額である。賞金に3と、 5の数字が使われているのは3マと5点にかかっているとされる。2004年春頃に放送された視聴者からの投稿の中にブロッコリーをサドルの代わりにしたという投稿があったが、このネタはかつて雑誌に掲載されていたことが発覚した。これ以降、番組のエンドテロップの左隅に投稿はオリジナルのものに限ります。そうでなかった場合採用されても、 賞金の発送はいたしませんというテロップが出るようになった。これは盗作防止のためであると同時に、オリジナルかつ実際の話でなければ賞金がもらえないことも意味している。その週の出演者の発言の中で、一番面白かったものを番組が選び、その発言をした出演者に、今週の踊るヒット賞が与えられる。番組のラストに、その発言のリプレイシーンが流され、 この時に限りそのセリフにテロップが付けられる。流れた後は受賞したさんには何かなものを送っておきますと、ナレーション流れ、その出演者に記念品が贈呈されるが、どんなものが送られているのかは番組内では明らかにされていない。ただし、以下の出演者型番組やブログなどで送られてきたものを明かしている。それらからわかるように記念品は毎回異なるもので受賞者が 今週の踊る、ヒット賞を獲得した時に発言した内容にちなんだもののようである。エトセトラ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。